ああ、お前も死に損ないか俺もそうさ火のない灰何者にもなれず死にきることすらできなかった半端者だお前は知っているのか英雄様と呼ばれる滝木の王たち。 その正体を、例えばエルドリッチさ聖職者だったやつはヘドが出るような人くらいを繰り返し溺れた豚のように膨れとろけたおでとなり深みの聖堂に幽閉された。そして エルドリッチはたきの王となった「せいお前あの女を助けたのだなあんな壊れた女に情けをかけるなど物好きなことだクワッハ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 」。 ふん、まあいいもとより監視にも飽きていたところだ俺はカリムの騎士イーゴンお前があの女を庇護する限り俺はお前の味方だお前があの女を庇護する限りはなふ、ほう。 まさか気候がやってくるとは驚きだな。あの汚れきった何かに同情でもしていたものか。飽きたらず、魂すらも汚そうとは。だが、これも俺がまいた種。きっちりと刈り取るべきだろうな。 ああ、あなただったのですねだとしたら、ホレイス、い,いえ、だからこそ使命を果たせねばなりませんお願いします、あなたの力を貸してくださいエルドリッチを、あの人くらいの悪魔を殺すために